ジョエル・ロバーツ・ポインセットジョエル・ロバーツ・ポインセットは、アメリカ合衆国の医師、植物学者、政治家。1837年から1841年まで、第15代アメリカ合衆国陸軍長官を務めた。1779年3月2日、ポインセットは、サウスカロライナ州チャールストンにおいて誕生した。父親は、 サウスカロライナ出身の医師、エリシャ・ポインセット母親は、イングランド出身の女性アンリチャーズであった。ポインセットは、コネチカット州やヨーロッパで教育を受け、医学と法律の専門的知識を身につけた。1809年、ポインセットは、ジェームズ・マディソン大統領から特別調査官に任命され、南米諸国の独立、革命の可能性についての調査を任された。 ポインセットは1810年から1814年まで南米諸国を歴訪し、1815年にサウスカロライナに帰国した。ポインセットは1816年から1820年までサウスカロライナ州会議員を務め、1818 18年から1820年まではサウスカロライナ公共事業委員会にも参加した。 ポインセットは1821年から1826年まで連邦会員議員を務めた。ポインセットは1822年から1823年まで中メキシコ特使を務め、1825年に初来中メキシコ公使として任命を受けた。その際、大統領からメキシコ国内で混乱を起こし、その混乱に乗じて、 アメリカ合衆国が乗っ取る計画も含まれていた。ポインセットは、反政府側につき、政治的混乱を焚きつけたが、やがて政府軍に、その活動を見破られ国外退去の処分となった。アメリカ合衆国に戻る時に、南部の町、タスコを訪れた。その際、冬場に赤い花を咲かせる、東大草科の植物を発見し、アメリカ合衆国に持ち帰り、広めた。 その後この植物の花はクリスマス時期に咲く赤い花として世界的に普及していった。この植物はポインセットの名にちなんでポインセチアと命名された。1830年ポインセットはサウスカロライナに帰国した。ポインセットは連邦主義を支持し連邦法務公論をめぐる議論を引き起こした。 ポインセットは1830年から1831年まで、再び、サウスカロライナ州会議員を務めた。ポインセットは1833年10月24日に、連邦上院議員、ラルフ・イザードの娘メアリーと結婚した。ポインセットは1837年3月7日から1841年3月5日まで、マーティン・バンビューレン大統領の下で、 陸軍長官を務めた。ポインセットはミシシッピ川以西に住むインディアンに対して立ちのきの要求を繰り返し行い、セミノール戦争ではアメリカ陸軍を統括した。ポインセットは軍隊を主要地点に集結させて統制する方法を好み、部隊の分散を抑制した。またポインセットは百二十一年の軍隊組織法によって認可されていた。 警報を実戦部隊に採用した。陸軍長官退任後、ポインセットはサウスカロライナへ戻り、ジョージタウンでのプランテーション経営に退いた。1851年、ポインセットはサウスカロライナ州ステートバーグにおいて死去した。ポインセットの遺体はステートバーグのホーリークロス聖公会墓地に埋葬された。ありがとうございます。